大家好，我是大叔 Pizza。 这个时空叫逢十三章第七节的普通模式，出场阵容有吕斯基、雪妮、尼亚娜、利昂、雷丁、波波，这关是没有出到奶骑的。咁嚟到時空十三章嘅最後一關啦，難度竟然係仲要比上一關仲要低嘅。咁見到有女司機啦，即係 out 卡嘅雷蒂西亞，咁就知道係要速攻嘅一關。咁其中一個成就係啦，就係唔俾任何盜賊去拎個寶箱嘅。咁解到呢個成就咧，就有三張聖魔券，所以都好值得去解呢個成就。咁另外有一樣嘢更加值得要做嘅咧，就係呢一關嘅隱藏寶箱啦。咁係一個 SSR 嘅飾品啦，妖精的步伐，咁就係右上邊嘅稻草人。咁咧呢個飾品咧可以講係光頭嘅畢業飾品之一啦。咁其實攻擊後可以再移動咧，其實好多其他英雄都啱用嘅。咁擊到呢個盜賊頭目之後啦，下方就會出現呢個敵真魂。咁呢关个难度都唔高嘅，咁就祝大家顺利通关，拜拜。準備完了だ。行くぜ。ご命令を。行くぜ。勝負をつける時が来たな。ここに。行くわよ。はあ。行くぜ。ご命令を。人、思考、そして。わかった。行くわよ。準備完了だ。ここに、何？どうしたの？ここに。何をしてるのか分かっている。正面突破。ご命令を。
私の信じる心です。わかった。何をしてるのか分かっているのか。わかった。ここに行くわよ。命令をここに食らいなさい。ご命令を行くわよ。何？どうしたの？準備完了だ。無駄な抵抗はよせ。分かった。ご命令を。行くぜ。はい、これが私の信じる心です。何をしてるのか分かっているのか。絶望せよ。ご命令を行くわよ。わかった。はい。何？どうしたの？はい。はあ？私の信じる心です。ここに。はあ。